動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人はあなたにどれぐらい惚れているというテーマで、お相手の方がですね、あなた様にどれぐらい惚れているのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えてですね、気持ちを落ち着ける効果もあると言われていますので、ぜひね、皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から A、B、C となっております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのですね、トラスト・ザ・タイミングというカードで、タイミングを信じるというカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。こちらのカードですね、Forge Don't Follow というカードで、新しい道を開拓していくというカードになります。こちらが B になります。最後 C のカードです。 C はこちらのですね、The Golden Children というカードになります。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードを選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのトラスト・ザ・タイミングというカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。はい、今回のテーマはですね、あの人は今あなた様にどれぐらい惚れているのかということでね、まあ、お相手の方のそのお気持ちがどれぐらいあるかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様との関係に、これからね、来ようとしている流れはどういったものなのかということと、お相手の方はですね、今あなた様にどれぐらい惚れているのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい、そしてですね、まあ、今後お相手の方との関係において、やると良いこととやらない方が良いことをですね、それぞれ見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめに、今ですね、お二人の関係に来ようとしている流れがどういったものなのかっていうのとですね、お相手の方が今あなた様にどれくらい惚れているのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードがですね、これからお二人の関係に来ようとしている流れがどういったものなのかということと、下のカードがですね、お相手の方が今はね、あなた様にどれぐらい惚れているのかということを表すカードになります。では早速見ていきます。はい、ちょっとこれね、評価していきますが、うん、なるほど、はい、ではですね、見ていくと、なんかね、今お二人の関係には、なんか突っかかりがあるのかなっていうふうに思います。これどういうことなのっていうふうに思うんですけれども、なんかね、その突っかかりさえなくなれば、すごくね、本来だったら進んでいる恋なのかなっていうのが出ているんですね。その恋の進展を止めている、まあ要素があるというか、だからね、それに、何でしょうかね、ちょっとお相手の方のお気持ちも今引っ張られている部分があるわけなんですね。だいぶね、あなた様への感情っていうのを抑えていらっしゃるっていうのがあるので、今めちゃくちゃベタ惚れかっていうと、まあ正直そうではないんですね、結果的には。出た結果を見るにですけどね、それは抑えているからっていうことなんだけれども、ちょっとね、このあたり、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきます。まず上のカードですね、見ていきます。これからね、お二人の関係に来ようとしている流れっていうことなんですけれども、ここですね、ソードのナイトっていうカードが出ました。これね、すごい勢いで前進してきているっていうことから、大きな前進、いわば大前進をね、表すカードになります。だからまあ、恋で言いますと大進展というかね、まあちょっとこう、ちょぴっとのこう動きというよりかは、まあ、大きなね、こう動きがあると。大きな、まあ、動きの流れが来るよっていうね。まあそういうカードであったり、まあこのカード自体はまあ前進するっていう意味もそうだし、目標に向けて大きく前進するっていうカードなんですね。だから目標がまあ達成されたりね、目標に近づけるっていうような流れが来るということなんですね。だから今あなた様の目標が何かっていうことによってこれ変わってくるんだけれども、それに大きく近づける。ただ、突っかかりがあるっていうことで、本来だったらここに進めていたはずなんだけれども、ここですね、サクリファイスっていうカードが出たんですね。犠牲を払う。っていうことになります。ということになります。というカードになります。で、今お伝えした大きな進展っていうものを起こすには、何か犠牲を払わなくちゃいけないっていうね。これはお互いにっていうことだと思います。どちらかがっていうわけではなく、お互いが、ですね、この二人の関係の進展のために何かを犠牲に払うことができれば、すごく大きな流れは来るよっていうカードになっています。ただ、この犠牲を払わずして、なんだろうかな、進展を起こそうとしたりだとか、犠牲を払わないですね、ままだとどうなってしまうのかっていうのが、まあ最後のこちらのカードになっているわけなんですが、ペンタクル、ワンドですね。ワンドのページというカードになっています。このカードがですね、逆位置になりますと、まあ、当てが外れるとかですね、予想以上の困難に遭遇するとか、不安定な状態ということで、だからなかなかね、こう、なんだろうかな、もし今の状態が苦しい恋だったとすると、その苦しさからはなかなかね、抜け出せなかったりだとか、今一つ、やっぱこう、状況とはしては変わらないっていうことなんですね。あるいは、まあ、こう、犠牲を払っていかないと、仮に今が楽しい状態だったとしても、それがいつかね、長続きしなくなってしまうということで、この犠牲を払うっていうことが、すごくね、今後において重要だよっていうことを表すカードが出ていたんですね。だから、この犠牲を払うっていうところは突っかかりとしてお伝えしたわけです。これさえなくなれば、すごくね、まあ、なんだろうかな、大きく進むだろうし、長くもね、続いていくような関係になると思うんですが、ただ犠牲を払うってね、まあ言葉で言うのは簡単ですけども、実際にね、まあその払わなくちゃいけないものっていうのもこれ人それぞれ違うと思いますから、簡単なことではないと思うんですが、その犠牲を払えるかどうかっていうのが、今後の明暗をね、分けるような、まあそういった恋であるっていうことをまず伝えてくれていました。で、今ね、あなた様に対しての、まあ、どれぐらい惚れていらっしゃるのかっていうことに関しても、これ、最初にね、まあ、気持ちをだいぶ抑えていらっしゃるというふうにね、お伝えしたかと思います。まずは、ここですね。カップの4というカードが、これ逆位置で出ました。これね、逆位置になりますと、現状突破っていうことであったり、変化
を、まあ、変化したいっていう気持ちを表すカードになるんですね。あとは展望が開けるとかね、スランプから抜け出すっていうことで、まあ、だから仮に今が苦しい恋だったとしたら、その苦しい状況から抜け出して、まあ、展望が開けるっていうのは、二人の未来のことを、まあ、明るく考えられるような状態にしたいということですね。うん。だから今の状況を抜け出したいっていう感情なんです。うん。めちゃくちゃラブなね、惚れているっていう感情というよりかは、今を何とかしたいっていう気持ちの方が強いわけで、だからその、ね、スランプを抜け出すのに集中しなくちゃいけないから、惚れるとかね、好きという気持ちは今だいぶ抑えていらっしゃる。実際に抑えているっていうカードもここに出ていて、耐え忍ぶ力っていうカードになるんですけれども、うん。何か感情を抑えているだとかね、感情を抑えて広い視野を持つようにしているっていうね、これ鳥が上空からね、田園を見ている通り、広いね土地を見ている通り、まあ何か感情とか欲望を抑えて広い視野を保てるようにしていると。だからだいぶあなた様の気持ちって抑えていらっしゃるわけですね。だからその今の状況で、例えば愛情表現が減ったとか、なんかこう愛を感じられなくなったとか、ね、もしあったとしても、別にそれは惚れなくなったとか冷めたとかではなくてね、うん、そこを抑えないと広い視野っていうのがね、まあ視野が狭くなってしまって、二人ともがね、うん、苦しい、もっと今よりも苦しい状況になってしまうから、今はね、まあ一つ、まあここでいう犠牲ではないかもしれないですけれども、まあちょっとね、まあ代償としては、ですね、あなた様への感情を抑えて、今ね、広い視野を保つようにしていらっしゃるだけで、気持ちまでが冷めたわけではない。で、ここですね、ダーケストフィアっていうカードは最大の恐れっていうカードで、今ね、まあお相手の方としては、まあ最悪の事態を一応想定はしていらっしゃる。これ想定しておかないと、いざそれが起こった時に対処できなくなってしまうから、あなた様との恋においての最悪の結果っていうのは今の段階でも想像しているっていうことですね。例えばこういう風になったらこうなるかもしれない。でもそうなった時はこういう対処法、リカバリーをしようねっていうようなところも考えていらっしゃる。だからそこを今考えるのに必死な部分があるから、うん、今こう惚れているとか、そういった段階には今慣れていないわけですね。うん。だからそのどれぐらい惚れている、まあ惚れているっていう気持ちはもちろんあると思います。だからこそその最悪の事態の時のリカバリーとかを考えているわけなんだけれども、うん。めちゃくちゃ今じゃあ惚れているという好きという感情を最優先にできるかっていうと、今そうではなく、その感情はね、今抑えていらっしゃるっていうのが、まあ現状なんじゃないかというのが出ております。はい。ではですね、まあ今後そのお相手の方とのですね、関係において、まあやるべきこととやらない方がいいことっていうのが何かっていうのもね、見ていきたいと思います。ではですね、見ていきたいと思うんですが、こちらがですね、やるべきことと、こちらがやらない方がいいべ、いいべきことっていうか、やらない方がいいことを表すカードになります。はい、では見ていきましょう。うん。なるほど。うん、うん、うん。一言で言うと、このやるべきことやらないべきことに共通しているのは、お相手の方のことに今ね、立ち入らないっていうことをした方がいいっていうのが出ています。うん。まず、やるべきことっていうのを見ていくと、ここですね、フォーカスオン your priorities っていうカードで、priorities っていうのは優先事項ですね。で、あなたが一番優先するべきことに今集中しなさいっていうカードになります。うん。自分の一番最優先で集中しなくちゃいけないことをほったらかしにして、例えばお相手の方に対して関与しようとすると、それは自分の自体も悪化させるし、二人の関係も悪化させてしまうよ。だから、今一度自分にとって今何が最優先なのかっていうのをですね、もう一度見直して、そこだけに今集中しようっていうね。うん。それが今やるべきこととして出ています。うん。こちらですね。リスン
With Your Heart っていうカードになりますが、まあ、このカードはですね、まあ、心の声に耳を傾けるっていうカードになりますが、これはですね、相手の心にですね、まあ、耳を傾けるというよりかは、自分の心ですね。うん。だから、自分で自分をコントロールできていますかっていうことですね。自分で自分の心を聞けているっていうのは、自分をちゃんとコントロールできている時になりますから、自分をコントロールできていない、いない状況で、例えばお相手の方に対して何かね、関わろうとするのは、これはもう本当に行動が裏目に出てしまうだけになります。だから、今は動くべきこととしては、自分に関することだけ動いていればいいっていうことですね。うん。で、逆にやらない方がいいっていうところに関して、ここですね、コーポレーション instead of competition っていうカードで、コンペティションというのは競争ということなんですけども、コーポレーションは協力ですね。だから競争ではなく協力をっていうカードになります。だから、下手にお相手の方に対して何か協力しようとしない方がいいっていうのが出ているんですね。心配だから、不安だから、なんかこう、それをしないと落ち着かないから、お相手の方に対して何かこうね、手助けしてあげよう、サポートしてあげよう、ケアしてあげよう、気を使ってあげようと言ったらあれですけれども、なんか、差し入れしてあげようとかね、うん。そういった、ね、良かれと思ってやっていることだと思うんですね。もちろんあなた様としては、うん、お相手の方のことを思っているから。うん。だけれども、これが今ね、やらない方がいいっていうところで出たってことは、ね、下手にそのお相手の方に対して関わるって言うとちょっとまあ言い過ぎな部分があるかもしれないですけれども、うん、下手にね、こうなんかこう協力しようとしない方がいい。だったらばまだ自分のことだけをやっていた方が二人の恋としてはうまくいくよと、良い方向に向かっていくよっていうことになります。うん。まああとは許しですね。うん。許し。forgiveness。うん。っていうカードになりますけれども、あのね、まあ、これはね、何でもかんでも許さない方がいいということですね。うん。まあ、自分からも手助けしない方がいいし、なんだろうかな。お相手の方に対して、結構こう、何でも許しちゃうところがあなた様としてはもしかしたらあるのかもしれません。でもね、何でもかんでも今許してしまうと、やっぱ良くない方向に行ってしまう。時にはちゃんとこう、断ったり、ノーと言えるっていうことが重要だと。イエス、ノーのノーですね。うん、何でもお相手の方の言うことだったらば許しちゃうっていう状態になると、これね、どん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 こう、まあ、二人の関係としても、やっぱこう、良い方向ではなくね、なかなか望んでいない形のままになってしまうっていうのがあるから、まあそういった意味でもですね、この許すっていうことをしない方がいいってことは、許さない方がいい。まあ許さないっていうとね、ちょっとこう、なんかこう、根に持つみたいな意味もあるかもしれないですが、そこじゃなくてね、うん。何でもかんでもこう、許容してしまうっていうことを今お相手の方にはしない方がいいということも出ていたので、うん、まあ、これもね、ちょっと参考にしていただければなと思います。はい。そして最後こちらのカードでメッセージもお届けしていきます。Trust the Timing というカードです。このカードにはですね、時間はまだあるっていうことであって、人生の波に委ねるっていうカードになります。まあこれタイミングをね、信じなさいっていうカードでもあります通り、まだね、二人の恋が動いていくタイミングっていうのはあるわけですね。だからそのタイミングをまあ待っていた方がいいということであったりだとか、あるいはね、まあ私の動画に限らず、例えば他のね、占い師の方に、まあなんだろうかな、まあ、告げてもらっていた、例えば恋が動くタイミングとかあったと思うんですけれども、そのタイミングをね、今やっぱ信用した方がいいと。うん。そこを無視してですね、うん。なんかこう自分の、なんだろうかな、直感だけで動いてしまうっていう風になると、せっかくね、良い形で動こうとしていた物事を、まあ、チャンスをね、自分で壊してしまうっていうことになりますから、そのタイミングを信じて過ごしていた方がいいっていうのが出ておりますので、まあ、これもね、参考にしていただければなと思います。はい。ということで、ですね、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回はですね、最近一番遠くに出かけた場所は皆さんどこですかということなんですが、まだね、ちょっとこう、ご時世的にもね、なかなか、まあ、遠出はしにくい、状況ではあると思いますけれども、皆さんはね、なんかこう、どこか、まあ、遠くに出かけた方もいらっしゃるのかな、ということでね、ちょっとこう、聞いてみたんですが、まあ、ちなみに私はですね、まあ、自分自身もね、あんま遠出ができていないんですが、一番遠くね、出かけた場所としては、まあ、東京からですね、まあ、実家の京都まで、
ですね。これがまあ本当に一番遠いかなというところですね。九州とかもね、行きたいですし、外国ですね、海外にも行きたいんですけれども、なかなかね、ちょっとこう行けないというところがあるんですが、皆さんはですね、最近一番遠くに出かけた場所はどこでしょうか。よかったらですね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、A をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、各種、SNS もやっておりまして、インスタや TikTok、そして、Twitter ではですね、男性心理であって、復縁に関することなども発信しておりますので、よかったらですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますので、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらの Forge Don't Follow というカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、今あの人はあなたにどれくらい惚れているのかということで、お相手の方がですね、どれくらい惚れていらっしゃるのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様との関係にこれからね、来る流れがどういったものなのかっていうことを見ていきます。そしてお相手の方は今あなた様にどれくらい惚れているのかっていうのを見ていき、ですね。まあ、これからお相手の方との恋において、やるべきこととやらない方がいいことですね。これ両方見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずはじめに、お二人のね、関係でこれから訪れようとしている流れっていうことと、お相手の方が今どれぐらいあなた様に惚れているのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードですね。こちらがお相手の方とですね、あなた様との関係にこれからね、来ようとしている流れがどういったものなのかっていうのを表すカードです。下のカードはお相手の方があなた様にどれくらい惚れているのかっていうことを表すカードになります。では見ていきましょう。では、見ていきたいと思います。そうですね。まあ、これからね、惚れていくかどうかっていうのを、まあ、決めていこうっていうかね、場合によってはこの決めていこうという発言がすごくね、上からな発言に聞こえる場合もあると思うので、一概には言えないんですが、まあ、そういったね、結果が出ているんですね。だから今後次第みたいなところがあって、で、ですね、
上のカードですけれども、これから来ようとしている流れっていうところに関してもですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい、ではですね、見ていくと、ですね、今までね、なんていうかな、あなた様がですね、結構お相手の方に振り回されていたんじゃないかなと思うんですね。で、その振り回されていたのが安定するっていうのが出ているんですね。上のカード。なので、ちょっとお伝えしていくと、まずここなんですが、こちらですね、カップのキングっていうカードが逆位置になります。で、このカードが逆位置になった時に、人に、振り回せる。人とか情報に振り回されるっていうカードになります。だから、例えばお相手の方の発言であったり、態度であったり、素振りであったりで、ですね、あなた様が、直接的にこう振り回されることもあれば、なんかこう、お相手の方が、例えば発していたあなた様に対する発言とか、ね、それをなんかこう人から聞いたりだとか、なんだろうかな、ちょっとこう SNS とかで見かけて、なんかそういう情報でも振り回されるとかね、これは全ての人にではないかもしれないですが、そういったこう人とか、人というのはお相手の方ですね、の直接的な行動言動とか、あるいはお相手の方に関する、情報噂とかで、あなた様がね、すごく、こう、振り回されていたようなね、状態があったんじゃないかなと思うんですね。あとはこのカップのキングっていうカード逆位置の時には、これ冷淡な相手っていうことなので、なんかこう、あなた様ともしかしたら直接対面している時はすごく冷たいんだけれども、裏では、裏っていうかあなた様のいないところでは実は結構あなた様のことをちゃんと、思っているような発言とかね。本当はそんなに嫌っていないような、なんかこう噂を耳にするとか、なんかそういうこともあるかもしれないですけれども、いずれにせよですね、なんかこう結構あなた様が今まで振り回されていたんだろうなっていうことをね、表すカードがまず出ているんですね。で、ここをですね、見ていくと、ソードの2というカード、これが逆位置になっています。これがですね、逆位置になった時にはですね、孤独ということであったり、忍耐を強いられるというね、カードで、だからあなた様が、なんだろうかな、会いたいとね、お相手の方に言っても、なんかこう、なかなか会ってくれなくて、ちょっとこう、一人ぼっちにさせられるみたいなね。で、その寂しさであったり、悲しさに耐えなくちゃいけないみたいなね。なんかね、そういう、状況だったんじゃないかなと思うんですね。場合によってはね、会おうかっていうような話をしておきながら、例えば直前でその約束がキャンセルになるとかね。これは致し方がない理由もあるのかもしれないけれども、なんかね、そういった部分でも振り回されたりですね、なんかこう忍耐を強いられるような、状況だったんじゃないかなと思うんですが、そこにね、繁栄と安定が訪れるっていうのが出ているんですね。トゥリーオブライフっていうカード、これ生命の木っていうカードになっています。すごくね、この葉っぱが生い茂っている木がね、大木ですね、が描かれていると思うんですけれども、この大木はですね、このしっかりとした根っこを張っていることによって、この生い茂った葉をですね、葉を生い茂らせ続けることができているわけですね。この生い茂った葉っていうのは繁栄の象徴であったりだとか、安定をね、表す象徴でもあるんですね。この豊かな根っこが。根っこがあることで持続していくのでね、生命が。だから安定性とかを表すんですが、だからそこにね、お二人の関係に繁栄と安定が訪れてくると。だから今までは、例えば言動が一致していなかったお相手の方が一致するようになってくるっていうことですね。態度ではなんか冷たくしていたのに、会っていない時にはなんかこうすごくあなた様に好意的な連絡を送ってくるみたいな。これ言動一致してないですよね。逆もしかりかもしれないですが。でもそれが一致してくるっていうことですね。で、一致してきて繁栄と安定につながるっていうことは、どちらも良い方向に一致するっていうことですね。だから言動と、なんかこう、気持ちみたいなところが。そこは一致してくるみたいなことですね。言葉と行動が一致してくるみたいな。それによって少しずつね、あなた様の心にも穏やかさっていうのが訪れてくるようになると。いうことですね。だから、今までは振り回されることが多かったのが、だんだんこう振り回されなくなっていくみたいなね。そういったカードになるんですが、その振り回されなくなるために必要なのがここですね。が出ていて、下のカードはお相手の方どれぐらい惚れているのかっていうことに関してなんですが、
このトラストっていう信頼っていうカードが出ているんですね。だからお相手の方があなた様を信頼することができれば、ここからどん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 惚れていけるようになる。あるいは逆もしかりなんですね。あなた様もお相手の方のことを信頼できるようになれば、お相手の方がもっともっとあなた様のことを惚れてくれる。で、この信頼というカードは今これ0っていう数字が出ているんですね。だから今お相手の方としては、あなた様のことを好きとか嫌いとかっていう感情、今一旦0にしていらっしゃる。これは無関心っていう意味ではないです。一旦好きという感情を0にリセットして、これからもっとまた好きになっていくか、もうマイナスになっていくかっていうところを見ていきたいっていうふうに思っていらっしゃるんですね。で、なんだろうかな。今、あなた様の側がお相手の方にね、信頼されていないと。例えば、もうこういったことをしませんとか、こんなことはやめてねっていうお相手の方に言われていたことをついやっちゃったりだとか、約束を守れなかったりしてお相手の方に信用されてない方の場合もいると思うんですね。そういった方は、また同じような信用を損なうことをしたら、もうこのゼロからマイナスになっていって、ここですね。死神っていうカードが出ているんですけれども、このカードは、まあ、死神っていうのは終わりを告げに来る存在ですから、まあ、何かを終わらせるとか断ち切るっていうことで、あなた様との関係を終わらせようと思うようになるっていうことですね。だからここからが大事。すごくね。ですし、逆の場合ですね。あなた様が、まあ、お相手の方を信用する側だったとするならば、ね。これからにおいて、お相手の方に、お相手の方を信じているっていう素振りを見せていけば、別に終わりっていうことはされないと思うんですね。こっちになっていくと思うんですが、ゲートウェイっていうカードですね。まあ先ほどのいい場合もそうなんですけども、ゲートウェイっていうのはこれ出発っていうことを表すカードになります。門が開かれて、開かれた門からこのユニコーンが出発しているっていう通り、出発すると。二人の関係を出発させていく。だからゼロからまたこうね、惚れていくっていう感じをどん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 こう上げていくっていうことですね。だけれども、あなた様が信頼とか信用ではなく、疑いっていうことをかけてしまうと、お相手の方としてももう出発っていうのは諦めて終わらせるっていうことにされるわけですね。だから、ここからがすごく大事。今がもう本当にスタート地点に立っているみたいな状態なんですね。そこでリタイアするか、ゴールに目指して進んでいくかっていうのは、今にかかっている。っていうことになるので、ここからめちゃくちゃ惚れていく可能性もあるし、もう惚れるっていうことを諦められる可能性もあると思います。だから、そこの鍵を握るのはこの信用、信頼ですね。っていうのが出ておりました。ではですね、次に、これからですね、お相手の方との関係において、やるべきこととやらない方がいいことをですね、見ていきます。ではですね、見ていきますが、こちらがやるべきこと、こちらがやらない方がいいことを表すカードです。では見ていきます。なるほど。そうですね。はい、では見ていきます。まず、やるべきこととして、こちらのカードを見ていきます。はい。このカードはですね、運動で実現のエネルギーを高めるっていうカードで、まあ、動くことがあなた様の夢とか目標とか願いを叶えるですね、可能性を高めていくっていうカードになります。まあ言うならば有言実行みたいなところですね。あなた様が掲げる世界に向けて必要な行動をね、起こしていけば行くほどそれが手に入る。でも、描くだけ描いて行動を起こさなければ、ですね。まあ、いわば有言不実行ですね。っていうことをしてしまうと、
あなた様の願いも叶わないし、先ほどのこの信頼っていうところでもマイナスな方向に行ってしまうので、まあ、例えばまあ掲げたこと、宣言したこと、約束したこと、言ったことをですね、誓ったことに関してはすぐにそれを叶えなかったとしても行動を起こし続けていくっていうことがすごく大事だということになります。これはお相手の方に対して掲げたこともそうだし、自分に対して掲げたこともそうです。自分の中でこれをしない、ね、不安になった時についついお相手の方に連絡しないとかね、お相手の方にこれをやめてって言われたことに関しては絶対にやめるんだっていうね、まあそれ以外にもいろいろあると思うんだけれども、そういうね、なんかこう行動ですね、有言実行ということがやっぱやるべきことだと。それをやっぱこう積み重ねていくことが The only things that is real is love ということで、まあいわば、真実の愛がですね、まあ何だかな、愛する人とこう、まあ、一つになれるっていう感じになるんですね。本当の愛がまあ手に入りますよと。まあここね、ここもそうですけれども、あなた様の掲げている、この、ちょっと光の影の見えにくかったですね。あなた様の掲げている世界を、ここでは一人で見ていますけれども、ここでは二人で見ている。だから、二人であなた様の、ね、今掲げている夢とか目標とかを目指せるようになっていくということなんですね。有言実行を繰り返していくことで。だから、それをまずやるべきだっていうことと、やらないべき、まあ、やらない方がいいことっていうのは何なのかっていうと、ここですね、Dreams of Abundance。これ、豊かになる夢っていうカードになるんですけども、夢だけをなんか語ることですね。こうなりたい、ああなりたい。その夢を持つことはいい。けれども、夢だけを語るっていうのは良くないわけですね。じゃあ、夢を語るには、じゃあ、夢を実現するためには何をするべきなのかっていうのも、ちゃんと考えていかなくちゃいけないし、それを行動に起こしていかなくちゃいけないってわけですね。だからお相手の方に夢だけをこう語っているような状況ではダメだっていうことですね。いわば計画性のないことをお相手の方に告げたり、なんかこう提案したりするのは良くないっていうことですね。結構こうその計画性っていうところをねチェックするような方だと思いますから、その計画性のないことをポーンと言うと、まあお相手の方をね、困らせてしまうことにもなるし、なんかこう夢ばっかり大きいこと言うけれども、じゃあそれに伴ったことしているのっていうふうに思われると、信頼っていうところにももしかしたら影響が出てきてしまうかもしれないので、まあ同じようなカードがもう一つ出ているんですね。 You are limitless というカードで、無限の可能性ということですね。だから可能性のことばっかりを言うってことですね。夢とか可能性のことだけを言って現実世界で何も動いていないんだったら、それは本当にこう単なる夢だけにしかならないっていうことがあるし、その単なる夢を言うことは誰でもできることだけれども、大事なのはその夢に向けて動いているかどうかっていうことをすごく大事にしていらっしゃるのかなと思うんですね、お相手の方も。だからその夢だけを膨らましてだとか、夢だけを見ているような状態っていうのはやらない方がいい。現実的なところも考えて計画的に動いていく、これがすごく大事だっていうのが出ておりました。最後、こちらのカードです。Forge Don't Flow というカードで、新しい道を開拓していくと。別にね、あなた様は誰かの敷いた道に進んでいかなくていいんですね。規定路線で歩んでいかなくていいんです。あなた様が自分で自分の道を開拓していけばいいんです。だから、誰かの恋の方程式に別に乗っ取らなくていいっていうことなんですね。こういった時はこうしたい方、こうならなかったらこうだよみたいな、なんかこうあるじゃないですか、恋愛の方程式みたいなのが。ネットとかにもね。でも、そのネットにある情報とか、誰かのなんかこう方程式、誰かが立てた恋愛の方程式なんかに従わなくていい。あなた様が思うように、ですね、自分の道を開拓していけばいい。なぜならば恋愛というのは千差万別だから。もちろん類似のケースはあると思うんだけれども、別にね、だからといって、その誰かの敷いたレール通りじゃないとダメだみたいなね。開拓された道を進まないといけないんだみたいな感覚で言うと、これ、まあ、ちょっとまずいということですね。自分で自分の道を切り開いていくぐらいの気持ちでいると、物事がうまくいくっていうのが出ていましたので、参考にね、していただけますと幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は、ですね、最近一番遠くに出かけた場所はということなんですけれども、まだね、ちょっとこう、まあ、ご時世的にもなかなかね、出かけにくいところではあるんですが、皆さんはですね、まあ、その中で、まあ、どこかね、遠くに出かけたところとかありますでしょうか。まあ、ちなみに私としてはですね、遠くっていうと、まあ、あれなんですけれども、まあ、
ね、東京からですね、実家のある、京都ですね。に帰省したのがやっぱ一番遠いぐらいですかね。まあ本当はね、九州の方とか、まあ沖縄とかもね、今年の夏行ってみたかったですし、あとは海外とかね、っていうのも行ってみたかったんですが、なかなか行けなかったというところがあるんですけれども、皆さんはね、最近で一番遠出されたところは何か、どこかありますでしょうか。よかったらですね、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄、ご覧いただけますと幸いです。はい。その他、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね。特に Twitter では男性心理であったり、復縁に関することなども発信しているので、こちらも概要欄に詳細記しておりますので、よかったらチェックしていただけると嬉しいですし、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのザ・ゴールデン・チルドレンというカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人は今、あなた様にどれぐらい惚れているのかということでね、まあ、お相手の方の気持ちがどれぐらい強いのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様との関係にこれから来るですね、流れがどういったものなのかっていうことと、お相手の方がですね、今あなた様にどれくらい惚れているのかっていうのを見ていきます。そして、ですね、これからお相手の方との恋においてやるべきこととやらない方がいいことっていうのをね、それぞれ見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめに、ですけれども、お相手の方との関係にですね、これから訪れる流れというところと、お相手の方が今ねどれくらいあなた様に惚れているのかっていうのを見ていきます。はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードがですね、これからですね、お相手の方とあなた様との関係に訪れる流れというところと、下のカードがどれくらいね、お相手の方があなた様に今惚れていらっしゃるのかっていうカードになります。では見ていきます。なるほど。はいはいはい。そうですね。ですね、お相手の方ね、これまでもあなた様に対しては惚れていらっしゃったと思うんですが、どこかでね、あなた様との恋は無理かもしれないなっていうね、なんかこう諦めの気持ちもあって、
ったのかなと思うんですね。うん。だけれども、上のカードを見ると、なんかこう、今までお二人の恋にあった制限とか制約っていうのがなくなって、動き始めていくっていうカードが出ているんですね。だから、それに伴って、お相手の方の、そのね、惚れている気持ちとちょっと無理かもしれないなっていう、この共存、諦めの気持ちが共存していたのが、これがどんどんなくなっていって、惚れていく、まあ、惚れる気持ちが大きくなっていくっていうのが出ているので、うん。まあ、ちょっとこのあたりね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい。ではまず上のカードから見ていきましょう。お相手の方とですね、あなた様との関係にこれから訪れる流れということで、まずここを見ていきます。はい。フール、愚者というカードになります。このカードはですね、自由を得るとかですね、まああとは解放感、何かこうしがらみからの解放、制限制約からの解放というカードになっています。これが先ほどもお伝えした通り、今までお二人の恋の中にあった制限制約っていうのがようやくこれ解除されて、ですね、まあ自由をつかみ、そしてね、二人の思い通りに恋を進められるような状態になっていくっていうことですね。だから制限制約からの解放かつ自由が、まあ自由に、まあ何だろうかな、恋愛を進められるような状況が訪れるっていうことなんですね。それによって本格的に二人の恋が始まっていくっていうのが出ていて、ここですね、ワンドのエースっていうカードが出ているんですけれども、このカードはですね、まあ情熱とか熱い気持ち、まあやる気モチベーションが高まっているっていうのもそうなんですけれども、新たな始まりっていうことを表すカードでもあります。エースというのが数字の1を表していまして、1は始まりの数字になりますので、新しい始まりを迎えるだとか、希望に燃えるっていうことであったりだとか、目標であったり、まあ願望にですね、まあ一歩踏み出せるっていうね、カードになります。うん。なので、まあ、いわばですね、こう、自分たちが目指していたものがあったんだけれども、今まではなんかこう、制限とか制約とかね、そういったものがあったせいで、なかなか目指せなかった。でも、その制限制約が解除され、自由になることで、ようやくここからですね、本格的にお二人の恋を進められるような状態になっていく。そんなね、展開が訪れるっていうカードになります。で、このラトルっていうカードは大胆な行動に出るっていうことで、今まではその制限とか制約の中での恋愛だったので、なかなかこう、大胆に動くっていうことができなかったのかもしれません。その選択肢はあったのかもしれないですけれども、その大胆に動くという選択肢というよりかは、なんかこう慎重に進んでいこうみたいなね、無難な選択であったり慎重な、まあなるべく、ちょっとこうリスクの少ない方のね、うん、選択を取ることが多かったんだと思うんですけれども、まあ、そのね、まあ、二人を困らせていた制限制約っていうのがようやくなくなることで、大胆にもね、動けるようになっていくと。うん。そういうですね、あの展開が訪れようとしているっていうのが出ておりました。うん。で、ですね、下のカードですね、お相手の方のお気持ちっていうところなんですが、先ほどもお伝えした通り、今までのお相手の方っていうのは、あなた様のことを、まあ、惚れている、まあ、いわばこれが好きという気持ちですね。と、もしかしたらその子、ね、あなた様との恋を叶わないのかもしれないなっていう諦めの気持ちの共存っていうふうにお伝えしたと思うんですけれども、うん。これどういうことなのかっていうと、まずここが、ですね、出ていたからなんですね。ワンドの9というカード、逆位置でした。このカードが逆位置になると、諦めの気分になるということであったり、まあ、無力感、虚脱感っていうね、カードになっています。まあ、あとはスランプに陥ることで無力さとかですね、虚脱感に襲われるっていうことで、だから、なんだろうかな、熱い気持ちはあってもなかなかこう進められない状態が続いていて、ああ、もう無理かもしれないみたいなね、もうこの恋は叶わないかもしれないみたいな諦めの気持ちが、惚れている気持ちと同時に湧き起こっていたわけですね。だけれども、ここからはその制限制約、まあ、いわば諦めの気持ちを生んでいた原因というものがなくなっていくことで、ヒーリングビギンズっていうカードが出ていますけども、癒しの始まりっていうカードになります。これから二人の関係性が癒されていく、まあ言えば修復されていったり、立て直されていったりですね、良い方向にこう転じていくようになることで、この共存していたものが、まあ片方がなくなって惚れていく気持ちがどん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 こうね、高まっていく。だからこれからね、あなた様のことをもっともっとこう好きになっていかれると思います。し、それと同時に二人のコミュニティですね、この共同体っていうカードですね、コミュニティっていうカードが出ていますけれども、うん。まあ、二人の間にもこれ虹がかかるっていうことで、まあ、虹っていうのはこれ幸福ですね。幸せの象徴になりますから、二人の間で、ですね、幸せな関係が、まあ、繰り広げられるというかね、生み出されていくということであったり、お二人が何かこう、同じコミュニティ
に、所属していたとするならば、例えばまあなんだろうかな、まあ学校であれ、職場であれ、バイト先であれ、まあ趣味の集まりであれ、何々スクールであったりですね、なんかこう習い事の教室とかね、うん、まあいろいろなコミュニティというのはあると思うんですが、うん。そのコミュニティ内でもすごくいい雰囲気というかね、周りの人ともすごく楽しい関係が築かれていくようになるというね、まあそういった流れを表すカードも出ているので、ここからねあなた様のことをもっともっとこう好きになっていかれるというですね、カードが出ておりました。うん、ではですね、そんなお相手の方との関係において、これからねやるべきこととやめておくべきこと、やらない方がいいことですね、それが何かっていうのを見ていきたいと思います。はい、ではですね、見ていきたいと思うんですが、はい、こちらがですね、お相手の方との関係においてやるべきことで、こちらがやらない方がいいことを表しているので、早速見ていきましょう。うん。うん。はい、ではですね、見ていくんですが、うん。はい、ではね見ていきましょう。まずやるべきこととして見ていくんですが、まずこちらですね、フォーカスオンラブっていうカード、愛に集中するっていうカードではあるんですが、ここでね気をつけていただきたいのは、お相手の方との恋だけのことを考えていればいい、それは集中しているじゃなくて、まあ言えばそれにまあなんかこうどっぷりとハマってしまっているっていうだけなので、そうじゃなくてね、このカードのメッセージとしてはちょっと光で反射して見えにくいかもしれないですが、 Look for the good in everyone っていうカードで、どんな人に対してもいいところに目を向けていくっていうことになります。だからお相手の方を見た時にね、あなた様が見た時にいいところももちろん見えていると思うんですけども、もしかしたらなんかこうね、いいところよりも最近はなんかこう嫌なところというか不満がねこう目についていたかもしれません。でもここで大事なのは、改めてそのお相手の方のいいところを再認識していくっていうことですね。うん、そこがすごく重要だっていうことですね。そこを再認識することで、自分がなぜこの人とこういう風になりたいと思ったのかっていうのが、自分のなんかこう心のブレを修正してくれるようになっていくということにもなりますし、あとはですね、そのいいところを見ていくことが、このね豊かな自然っていうカードになるんですけれども、こうね天使がですね花にこう水を与えてくれていて、こう花が育っていってるようなね姿があるわけなんですが、いわば愛の天使が二人の関係を育つ方向に導いてくれるっていうことになります。だから成長の流れ、まあ先ほどもありましたけどね、成長の流れが実際に訪れて成長していけるようになるっていうことなんですね。いいところを見ていくようにすれば、うん、あなたがお相手の方のいいところを見ていくようにすれば、お相手の方もあなた様のいいところを見てくれるようになる。で、それで相乗効果でどん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 関係が良くなっていくということですね。ですからそこはやるべきこととして出ていました。で、やらない方がいいことっていうのは何かっていうと、自分の思う通りに関係を操作しようとしないことになります。うん。まずはこちらのカードですけれども、リレーションシップパターンズっていうカードで、ですね、このカードは変化の必要性が、ですね、まあ、変化が必要だと。いうことが分かって、なんかそれをね、こう、自分の思い通りの関係性のパターンに導こうとして、何かをこう変えようとする。例えば、あなた様の望んでいる関係が、まあ、イメージがあってね、そこにちゃんと、二人の関係がこう導かれるように何かこう、いろいろ変えようとする。例えば、お相手の方の考え方を変えようとするとか、お相手の方の価値観を変えようとするとか、行動を変えようとするとか、生活習慣を変えようとするとかね。うん。そういった自分の理想に、なんかこうね、変えようとする。これはね、やめた方がいいと。
いうことですね。無理やりなんかこう変えようとしない方がいい。じゃなくて、いいところを見ていくようにすれば、自然とね、あなた様の望んでいる方向に物事が変わっていく。だから自分で操作しようとしないっていうことが大事だっていうことになります。同じカードが、まあ同じ意味ではないですけれども、Organize for Success ということで、成功のために整理するっていうことですね。うん、だからこれも、なんかこう、うまくいきたいからといって、無理やり何かを整理整頓するっていうことはしない方がいいっていうことですね。整理整頓したり、片付けたりだとか、なんかこう、方向転換させるとかですね。うん。うまくいきたいがあまりにいいですね。無理やりこうね、今がちょっとこう、理想とかけ離れてるからといって、理想にこうね、持っていこうとしない。うん。ここがすごく大事だっていうことになっていますので、自分で操作しようとすればするほど操作できない状況がどんどん生まれていくっていうふうに思った方がいいぐらいですね。まあやらない方がいいということで、まあ似たようなメッセージが重なっているっていうことにもなりますから、うん。たとえね、今の状況があなた様のなんかこうイメージしていたものと違ったとしてもね、それを無理やり自分の思っている通りに変えようとしない。そうじゃなくて、すべてのいいところというところを見ていくようにすれば、自然にですね、あなた様が手を加えなくてもですね、それが変わっていくというカードが出ておりましたので、うん、これもですね、参考にしていただきますと幸いです。はい。そして最後、こちらのカードを見ていきましょう。あなた様へのメッセージということで、まあ、ザ・ゴールデン・チードレンというカードで、まあ、黄金の子供たちということになりますけれども、まあ、このカード、まあ、子供たちということが出ておりますので、これ無邪気さを表すカードになるんですね。無邪気さであって、類まれなる才能ということになるんですけれども、まあ、言えばあなた様が無邪気にね、まあ、現実を楽し、まあ、現実世界をね、こう、楽しむことができていれば、あなた様の持っている才能だとか、魅力だとか、そういったものがね、自然と引き出されて、ですね、物事の良い方向へと導かれる、その扉が開かれるようになるっていうカードなんですね。うん。ですから、ですね、なんかこうね、いろいろこう無邪気さをちょっとこう、まあ、取り戻すと言いましょうかね。なんかこう一つ一つのことを深くね、複雑に考えすぎたりだとか、なんかこう今一つね、目の前の現実を素直に受け取らずに、こう疑ってしまうとかね。まあそういったことをしてしまうと、どうしてもやっぱりね、自分の思っているものとは違う展開にやっぱ変わっていってしまうっていうところがありますし、逆にね、まあその、なんか後先のことをね、あんまりこう複雑に考えすぎずに、無邪気に今を楽しんでいればですね、その積み重ねで、理想に気づけばこうたどり着いているみたいなね、そんなイメージでね、恋が進んでいくと思いますから、その無邪気さっていうのを忘れないようにするということも大事だっていうのが出ておりましたので、参考にしていただきますと幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていくと、今回はですね、最近一番遠くに出かけた場所はということで、皆さんどこかね、遠く出かけられましたでしょうか。まあちょっとね、まだご時世的には難しいところもあるんですが、まあ私としてはね、まあ早くね、遠出したいなというところがあるんですけれども、私としてはですね、一番遠くに出かけたのは、まあ東京からですね、実家のあるですね、京都に帰省したぐらいが一番遠い、お出かけと言えるのかわかんないですけれども、それですね。だから本当はね、九州とかも行きたいですし、この夏はね、まあ、夏はもう過ぎていますけども、沖縄とかもね、行きたかったですし、海外もね、行きたかったんですが、ちょっと行けずじまいでっていうことになってますけれども、皆さんがですね、最近、ですね、まあ、今年に入ってからでもいいですが、一番ね、遠くに行かれたのは、どこでしょうか。よかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、Cをお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また、今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在、ですね、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter などもやっておりますが、特に Twitter ではね、男性心理であって復縁に関することなども発信しているので、こちらもですね、概要欄に詳細記しておりますので、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは、今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。